おはようございます12月3日の金曜日です時刻は8時27分になりました今日も天神松水商店街天禄天子盛りスタジオから聴観チェックをお届けしてまいります、えー、昨日の夜は久しぶりにてっぺん超えると言いますかあ日付が変わるまで、えー、夜の街におりました、えー、夕方から まあ仲間内の会がございまして、えー、そこで12月の月例会、えー、まあ忘年会を兼ねて久しぶりにまあみんな集まりますんでなんか新しいこと始めてるようやから、うん、小森君めあの話してもらえませんかと言われて、まあ、一応講師というんですかはいえ菰、ー、さんではなく、はい、講師の先生として、えー、ラジオや テレビやというメディアのお話 YouTube のお話なんかもさせていただきましてでお疲れさんとその後なちょっと行きましょうかというので、えー、周りの人たちはもう北新地ぶいぶイ言わしてる人たちばっかりなんでね、えー、前に連れてってもらったことあったのかどうなのか、うん、あまり記憶にないんですが2回目だとママさんは言ってたような気もするんですけど、えー、行きまして楽しい時間を過ごすことができました。 でまあ、本当にあのこの2ヶ月、私、楽しく、まあ、もちろん苦労はありますけれどやらせていただいてまして、ですねで電力でこんなことをやっていると、あんなことできへんのん、こんなことできへんのと、うんと、これやろうよという声がかかります、それはもう本当にこの場所の持つパワーだなぁと、そしてまあこれまでお世話になっている皆さんのおかげだなぁと思うんですけれど、えー、こんな話がありましてね、両方先輩なんですけど。 小森くん大阪弁川柳やれへんって言って、ええあの、南南タウンが毎年やっておりました、大阪弁川柳、とても面白いので、ラジオでもよく取り上げさせてもらっておりました、こんなのがエントリーされましたとかってね、だ、え、い、ー、5000ぐらいですか、うん、寄せられて、長い間続いてたんですけれども、終わったっていうんで、あ,あれはもったいないなと。 もう大阪弁川柳ていうのはこれからも続けてほしいなって思いましたんで、えー、あんたんとこでできへんのって、<laughs> まあまあ、僕が全部やるわけにはいかんのですけれど、あ大阪弁川柳という伝統をの日を灯していくのにお手伝いできるなら、あそんなもやってみたいなと、き、まあ、昨日の夜、寄ってての話なんで、今日何かということではないんですけど、また整理をして、皆さんに呼びかけさせてもらいたいなと。 思っているのとでもう一人別の先輩、まあ、この人はも,もう本当にテレビや YouTube の好きな人なんですが「今日のワンコやれへん」って言ってい出しまして、えーあ「目覚ましテレビですよね、えー、今日のワンコあれはよーできたコーナーや」って言って、えー、まあ確かに、うん、視聴率としては犬出しとくか、うん、子供出しとくかみたいな。 ことがあったりすするんですけど確かにまあほっこりしたりもしますよねそれはねまあまあまあ犬嫌い猫嫌いの人もあるのかもしれませんが、まあ、こんなんももし皆さんがあ応募していただけるのであればあやってみたいなと思います、えー、もしよろしければ朝バタバタしている時間かと思いますけれどお宅のうちの子ですね、えー、ワンちゃんの写真を 送っていただけますでしょうか。今あのこのこのアドレスはすみませんあの昨日作った長官チェックスポンサー長チンスポンサーは募集中ですがあのアドレスはこちらでございます。info at mark tenkomori と呼んでください。一ゼロ k o m o r i dot c o m info at mark tenkomori dot com 宛てに、えー、皆さんのところの おわんちゃんのです、ねえー、顔とか、うん、そんな写真を送っていただけたら嬉しいです。はいえー、今日もバタバタしておりますがひょっとして、もしうまく紹介できることがあればです、ねえー、やらせていただこうというふうに思います。それから 楽しいことといいますとお、黒田さん、メッセンジャーの黒田さんがこちらに来てもらいまして、私のチャンネルでもお配信をいたしました、生配信しましたけれど、黒田に特別編といたしまして、もう一つ、チラシ出すというラジオ番組についてのお話、それは僕が、私の番組の、私の行動がチラシ出すという。 新しい番組新しい携帯の番組につながったんだとそんなお話を楽しくしております黒谷特別編昨日の夜に公開されておりますので是非ご覧くださいませ今日は長官、えー、読売新聞を買ってまいりましたが念のため昨日の朝日新聞も置いておりますではヘッドラインです 政府は昨日新型コロナウイルス、オミクロン株の感染懸念から航空会社に要,求して要請していた、日本着の国際線新規予約停止を撤回しました国際スケート連盟は、9日から大阪で開かれる予定だったフィギュアスケートグランプリファイナルを中止すると発表しました。 石油産出国の集まり OPEC プラスは2日オンライン閣僚会議を開き来月も増産を維持することを決めました備蓄石油の放出を決めた消費国に一定の配慮をしたものとみられています WTA ・ w 女子テニス協会は元世界ランキング1位のホースイ選手の消息がはっきりしないことを受けて 香港を含む中国全土での大会開催を直ちに見合わせると発表しました大阪西区でおととい、市を歩いていた男性が車4台に相次いで跳ねられ意識不明の重体となっている事故で警察は現場から逃げたタクシー運転手らをひき逃げなどの疑いで逮捕しました。 漫才の M1 グランプリ準決勝が昨日東京都内で行われインディアンスやあモグライダー錦鯉など9組が決勝に進みました敗者復活戦と決勝は19日にテレビ朝日系列で放送されますプロ野球日本代表監督に今シーズンまで日本ハムファイターズの監督を務めた栗山秀樹氏が就任することになりました 再来年3月開催予定の WBC での優勝を目指します昨日はプロ野球ベスト9も発表されています阪神タイガースからは近本外野手が初めて選ばれています一方アメリカ大リーグでは機構側と選手会による労使協定の交渉が決裂しロックアウトに入っています以上12月3 朝刊チェックのヘッドラインでした。さて、えー、日本到着便の予約が新規停止と、はい、昨日の朝日新聞です。朝日新聞が誤報を出しているわけではございませんが。 今日隠し報じております、買ってきたのは読売新聞。はいこちら、国際予約停止を撤回と、岸田総理大臣でございます。まあ、1日違いの新聞で、こんなに変わりますかということですね。うんえーまあ、オミクロン株分からないいことが多いので えーまあ、感染力が高いのはどうやらそうであると、ただ、まあうん、その病原性というか、重病化するっていうことについてはどうなのかということがまだはっきりしていない段階ですけれど、まあ、予防的なこととしてです、ねうん、あの動きましょうと、岸田さんはあ慎重すぎると。うん 言われるとするならば、うん、それはあかんと、うんえー、岸田は慎重すぎるという批判については、私がすべて負うのだと言い切りまして、えー、11月下旬から、まあ、いろいろと対策を考えていたわけですが、11月29日、関係省庁の慎重論を押し切って、外国人の新規入国を当面1か月間、原則停止すると発表をし、 その際岸田は慎重すぎるという批判には私がすべて追うと言い切りました読売新聞から読んでいます水際対策が甘いという批判を浴びました、えー、安倍政権菅政権それを反面教師とした決断であり厳格かつ迅速な水際対策は内閣の大方針として各省庁に浸透をいたしましたでそれぞれ の省庁が主体的に動くようになったと評価が広がっていたわけですねで、今悪者にされているのが国土交通省航空局ですはい、えー、国際線の日本に帰ってくるものの予約を新規停止しますと まあもう予約取ってる人は OK だけれどこれから予約取る人に関してはあ待ってくださいとうん言いました、まあ、これまでにも実は数日間そういうことをやってたことはあるみたいなんですがえもっと大規模になりましたでそうなると年末年始お正月に帰ってこられない帰ってくるつもりでおったのに久しぶりに帰れんのに まあ、普通でも久しぶりに帰れるのにですけれどコロナのことがあってですねなかなかそんなわけにいかへんうんで、えー、それで動揺が広がったっていうんですねでもまあそなん当たり前の話ですやんかでその何人かの人まあ1日最大5000人って言ったのはまた3500人に戻したりしてるんですけれど航空局としたら 3,500人に抑えようと思ったら、うん。5,000人をまた3,500人に戻そうと思ったら、ただでさえ年末年始というのは入ってくる人が多くなる時期なので、ええ、だから、何らか手を打てへんがなあかんかったわけですよね。で、まあ、独断だと今回言われて批判されているんですけれど、新規予約停止というのをしました。で、それはそれで、 実は、まあ、その大臣も知らなかったっていうふうに書かれているんですけれど、えーまあ、確かにそうなのかもしれないんですけどね、それはそれで、まああ、省の中で、国土交通省の中で問題ですけれど、あるいは官邸の中で問題なんですけど、まあ、それはそうせえへんかったら、そうでもせえへんかったら、3500人抑えられないですよね、えー、飛行機の中でずっと待たすわけにもいかんわけですから。はい 数を制限しようとしたらですよ、うん。で、そのこと自体もまあ発表してるわけですよ。昨日の新聞改めて読みましょうか？うん。えー、まあ、日本人の帰国需要に対応できるよう、国土交通省で検討しているとはしました。けれどもですね。うん。 政府は今回の要請について会見などでの詳しい説明はしていないと昨日の段階で朝日新聞は書いていますね。国土交通省は年末年始に戻る人の予,想予約が増えることが見込まれるため要請に踏み切ったと。予約済みのキャンセルを求められることはない。うんえー、松野官房長官、おととい午後の会見でこの要請について事務方で整理をして返事をしたい。官邸幹部によると、 松野官房長官に詳しく報告されていなかったという、まあ、ここの問題はあるんですけどね。で、まあ、ほんまに、まあ、結果としてだから、否定されたわけですよ。うん。予約停止を撤回ということなんで。うん。で、ただまあ、これは本当に国土交通省の責任だと。 言いいい切っていいのかかどうかですよねまたこんなんあると結局まあ社長や部長やあの顔色を見いひんかったら動かれへんっていうねうんまあほうれん草は必要だと、うん、報告連絡相談は必要ですっていうのは、まあ、サラリーマンの基本ですと、まあ、そんなことは僕は毎日放送では一回も教えられたこともなかったですけれど <laughs> そういう教育をは受けておりませんが。 あまあ、自分で会社作るようになったらほうれん草大事だってね言うのはずるいんですけどえー、とまあだから自発的に動いたっていうことはそれはそれで評価されることでもあってで、まあ、じゃあ誰が誰がどの段階でこの撤回を決めたのかっていうことですよねある意味ほんまに必要であればうん 大臣なり、えー、総理大臣に相談をしなくてもやらなあかんこともあったりするでしょうからね、うん、岸田総理は昨日国土交通省に日本人の帰国需要について十分配慮するよう指示したというふうに述べましたつまりお前ら行き過ぎてたぞって言ってるということですね、うん、松野官房長官は要請は緊急避難的対応として予防的観点から講じられたが 総理の指示を受けて取りやめましたと。ということは、岸田総理大臣は、外国人の入国、外国人であろうが、日本人であろうが、外国から入ってくるという意味では、外国人なんですよね。言ってること分かります外国から来た人という意味ではね、国籍がどうのとか、うん、人種がどうのとか、肌の色がどうのとか、関係ないですよね。 外国から帰ってきた人、入ってくる人ですからね、外国人なんですけどね。で、オミクロン株が入ってくるのを水際で止めましょうということから、まあ、全くゼロではないにしても人数も制限をしてやりましょうという話だったんで、じゃその方針が変わったということですか、じゃあ、誰、誰の陽性誰の顔色、岸田さんの読みたがる空気、 雰囲気が出てきたのかというところですねいや本当に岸田さんが、外国人の入国を停止すると言ったのと同じように、その,そのスタンスを変えていないのであれば、まあ、混乱はあったにしても、混乱はあるにしても、新規予約停止っていう策が愚策だとは思わないですからね、うん、何なんですか、そこがよく分かりません。 でまあ想像するに結局報告が上がってへんかったんやないかっていうところでへそ曲げたっていうことはまあ,ありえますよねえ大事なことなんだけど俺が聞いてへんからって言ってひっくり返すバカ上司っていうのはいますからね、うん、あるいは聞いてなくてもええことで、えー、それがあの自分の手柄になると思ったら部下のやったこと俺,俺がやったんだっていうバカ上司もいますからねええー 国土交通省は要請について正式に公表せず、斎藤国土交通大臣も1日の夕方まで把握していませんでした。2日になって、日本人、法人の年末年始の帰国需要に対し、もう少しきめ細かい配慮をすべきだった。責任者として大変申し訳なく思っていると陳謝。うん、一方、政府は外国人の新規入国を例外的に認める特段の事情の判断について、より厳しくする運用を開始している。つまり、 外国から来る外国人については厳しくする。でも、外国から入ってくる日本人については、やはり甘くするっていうことですか。うん、よくわかんないな。あと、まあ、こんなことはなかろうとは思うんですけれど、言っても、自民党政府ですから、うん。 あの部下に責任を押し付けてです、ねうん、あいつらが悪かったんやっていうことにすることには、長けた人たちの集団ですから、ええええ、それは安倍さんが、私が関わっていたとするならば、総理大臣も、ね、国会議員も辞めますって言ったことが、あの、ええ、公文書の偽造であったりとかっていうことにつながった。 ように、えー、そして、うん、菅さんが広島で読んだ読み飛ばしてしまった原稿が実はちゃんとしていたのにもかかわらず糊がついていたからめくれなかったんだと事務方の責任にしそれが後々そんなことは大嘘であったということが白日のもとにさらされたりするそういう政権の。 流れをついでいるのが岸田さん、まあ、岸田さんがどうなのか知りませんけれど、うん、そんな平気でやってきてる人らですからね、今回のこともうん、どうなんでしょう、本当に、まあ、別にだから、誰それ、国土交通省の航空局の誰だっていうことを責任をあげつらうつもりは、僕は今回の問題については、全然ないですけど、全然ないですけど、えー、そこに、そこが本当に、 独断であったのかあるいはもっと実力者から何,何らかの,その意思決定につながる圧力なり空気なり、えー、波動が出ていなかったのかっていうようなことはですね、えー、何日か猶予をあげますので新聞社さん、えー、調べてください書いてください、えー、僕はよう調べないので、えー、ぜひそこが知りたいそこが知りたい、うん、そんな番組ありましたねそこが知りたい。 ですねまあ、実際問題、海外行ったり帰ったりする人らにとっては、もう右往左往、航空会社や旅行会社の人にとっても、もう右往左往だと思いますしまだしばらく右往左往せなあかんのだとは思いますけれども、はい、まずこのニュースについては、そんなことを思いました。国際スケート連盟 9日から大阪で開かれる予定でしたフィギュアスケートグランプリファイナルを中止すると発表いたしました。まあ、これも海外からの選手が来られない、特防制限がある。えー、来たところで、えー、隔離期間、ホテルにずっといて練習もできないんだったら、ベストなコンディションで、えー、大会に臨めないというようなことがあるんでしょうね。 えー、で北京オリンピックの代表選考会を兼ねているということなんで、まあ、北京オリンピック自体がどうなんのかあ、お客さん入れられるのかどうなるのか、まあ、中止はないとしてですよ、うん、あの日本があの状況で、夏のオリンピックを1年延期したとはいえ、やっていることを考えると、まあ、オリンピック中止ということは、よほどのことがない限り。 ありえないのだと思いますけれど開催の形態についてはいろいろと問題が出てこようかと思います。でうーんとそうですねまあ,あサッカーのワールドカップなのかその、えー、そういう国際的な大会っていうても世間の注目が集まる集まれへんいろんなところで、えー その大会をどこで線引きするのかは難しいところはあるんですけれどえ一定の大会を今後やっていく中でもうその全くできないっていうことでしばらくコロナが終わるまでコロナが落ち着くまでしてしまうのかそれともまあコロナについてはまあ各国並みの もう、ね、同じ波になるんじゃないですからこんなになってる中で,です、ね、あの折り合いつけてやっていくとするならばあのなんかそのバブル方式じゃないですけどそんなんなでんできへのすかね、ええ、もちろん感染してることが分かったりとか。ええ で熱出てきた人がそのまま街へ出てきてっていうことはないにしてもですね、うん、大丈夫な状況で向こうを出国してきてで入国の段階でももう一回チェックをしてでまあそれが3日間なのか7日間なのか10日間なのか分かんないですけど、えー、一般の人と関わあの、うん、交わるようなところではなくで スケートリンクも一般の人と一緒に滑るわけじゃないですからそれなりに対策をして時間を分けてとかっていうような隔離をしながら大会に備えるっていうやり方をそれはスケートだけじゃなくてね他の競技においてもこれ結構大変ですわまあ夏のオリンピックのことについてはもうね回終わりましたから。 次3年後までまだ時間があるんですけれど他オリンピックに関わるようなものだけじゃなくてそれはボクシングであったり何であったりっていうことはあるのでまあ特別扱いすんのかっていう声は常にあるでしょうけれど特別扱いしてもええやんという線をどっかで引いてその人らには特別扱いをしてあげられたらええのになそれは選手としてのパフォーマンスを発揮するという。 うん、彼らの生き方ということもあるでしょうし、まあ、それを見て僕らは喜んだり悲しんだりするわけでそれも世の中に与える影響としては大きいんでねうん、なんかそんなことできへんのかなとまあ急に言うて急にできへんからあグランプリファイナルは中止になったんですけれどあとお WTA ・女子テニス協会、えー、強気のお決定をいたしました、中国に対してという意味でですね、香港を含む中国全土での大会開催を直ちに見合わせると、お金持ってて、うんでまあ、もちろん人口も多くて、だからあ、それで言うことを聞けというわけにはいきません。なぜならば、ホスイさんという選手が性的なことをね、 強要され、えー、そして今まだ行方がはっきりしてないじゃないかと。いや IOC があのちゃんとコンタクトしましたよとかなんかいろんなことを小出しにして、ね、出してるんですけれどそれは怪しいと、うん、ちゃんとちゃんと彼女が今無事でどこにいるのかっていうのははっきりしないそんなことは人間として女性として 許していいことではないと、女性に対することとして。という、でそれを支持する人たちが大勢いる。しかも、まあ、影響力を持っている人たちがですね、声を上げているということ。ちょっと見誤ったのかなと。読売新聞2面と8面、えー、書いておりますけれどね、中国のちょっと作戦が失敗。 しているなぁというそういうニュアンスで書いております読売新聞の8面中国宣伝戦略つまずき放水さん問題幕引き見通せずですねうん無事であると印象付けようとする習近平政権の宣伝戦略のつまずきを示しました早期の幕引きは見通せない、えー WTA は中国への西側諸国の批判を支持するよう強要していると、うん、反発をしているんですね、中国側は。うん、WTA の動きは、このホースイさん、先週の意向に沿ったものではないんだと、中国を批判したいがために批判してるんじゃないかというようなことを言ってるんですが、それがまた逆に反発を招いています。消息不明となって 彭帥さんの近況とされる動画などを小出しに投稿してきたやつなんですけどね懸念の打ち消しにはつながりませんでした大会見合わせの声明についてはマルチナ・ナブラチロワさん名選手でした、はい、金銭より原理を重視した勇気ある姿勢であると称えるなど海外で共感が広がりつつあります中国はこれまで海外スポーツ界から自国への批判に対し 国内でのの多額の法営権利などを武器に圧力をかけてきましたしかし WTA が放映権料収入を放棄しても大会見送りを決めたことで中国当局海外の他の競技団体に同様の動きが広がる事態を懸念している模様であるとここは中国べったり IOC ぼったくり男爵にはできない話ですよねバッハさんはあ中国の主張の片棒を担いで 来ているわけですね、うんまあ、オリンピックも冬季オリンピックも近いですから。で、この問題が大きくなることを中国が、うん、望んでいるわけでは当然ございません。ただ作戦は失敗しています。で、うん、こんな記事が出ています、えー。オリンピック外交ボイコット警戒。はいえー、先週とかその 関係者、コーチであるとかっていう人の派遣を中国の人権問題、えー、新疆ウイグルのこととかも含めてです、ね、チベットとかの話だけではなく、まああ、今回のことなんかも含めてです、ね、外交官を派遣しませんという、まああ、消極的なボイコットみたいなことです、ね、ただから政治的なインパクトはあるっていうことをアメリカが言ったりしています、日本も。 そこに乗っかってきませんかという声がかかっているかと思うんですけれど「新型コロナウイルス対策のためオリンピックに外国の偉い人要人を大々的に招く計画はない」と予防線を張り始めているというんです。ボイコットしますとアメリカヨーロッパ人権にうるさい国が言ってきたとしても「いやいや もともとコロナですから、男も大変でしょうし、うちらもね、それはもう選手のこと大事ですから、アスリートファーストですから、もしなんかあったら飽きませんから、そんな、はもう、いや、来ています、いや、来ていらんのです、もう、はい、うん。で、先に言っとこうっていうね、うんなるほど、中国はこうした動きに、スポーツの政治問題化には反対するというふうに言って おりますけれども、まあまあ、これは中国に限らないですけどね、どこの国も利用するものは利用して、利用されて嫌な時には、そんなふうなことを言うわけでございます。うんえー、順番、ちょっと入れ替わりますが、OPEC プラス石油輸出国機構にロシアなどを加えました国々、オンライン閣僚会議を開きました。 来月も増産を維持することを決めております。数十万バレル日量、これを8月からでしたかね、えー、増やしておりまして、それをそのまま続けますということです。まあ、このニュースはね、ごめんなさい、もう全然わかんないです。すみませんが。というのは、えっ、ー、と、まあ、うん、オミクロン株の影響がまだまだ見通せないので、えー、そうすると世界経済は、 ああのー、落ち込むと、うん、コロナ後を目指して動いているあるいは一番上がっていたところも冷え込ますかもしれないということは石油の値段は下がります実際まあ、えー、ピークからは下がりました1バレル70ドルという水準を下回るところまで来ていますそこで増産をすればさらに値段が下がってしまうので え本来ならばあ増産をやめますあるいは減産しますと言ってで供給量を減らすことによって値段を維持するあるいは上げるっていうことをするのが経済の足し算引き算でやるような需要と供給の関係ですよね。うん、なんですけどなんですが。うん ここは増産を続けますと、まあその量の問題はあるんですけれどねで、まあ、これは新聞記事によると石油を放出します備蓄しているもの国家備蓄あるいは民間の備蓄をまあビビたるもんですけれど出すっていうことで値段を下げようとしていた消費国に一定の配慮をしたものと見られるって書いてるんですけどまあ まあそういう解釈だと思います実際そうなんでしょうけどなんでそうなんのかがそのプラスマイナス、えー、需要と供給という関係からすると全く意味わからへんっていう、えー、何なんですかね、えー、いやよいやよもう好きのうちはちょっと全然違う例えですけれどな,なんだかよく分かりませんすみません。えー このこのニュースについては全くよくわからないです時刻は九時になりましたひどい話です大阪西区でおととい指導を歩いていた男性が車四台に次々に跳ねられまして意識不明の渋滞となっております、えー、現場に戻ってきたみんな逃げました引き逃げです現場に戻ってきたやつもいましたで逃げそのまま逃げていたやつらもいました 4人のうち2人がタクシー運転手、プロのドライバーです、ひき逃げなどの疑いで逮捕されております、読売新聞、社会面から読みます、もう昨日のテレビのニュースなんかでもずっとやっていたと思いますが、えー、と1日の午前6時5分頃から10分ほどのこと。えー 5車線線ありますす幹線道路の交差点です横断歩道を渡っていたところまず跳ねられました隣の車線を走ってきた車など後続の3台に引かれ合わせて4台意識不明の渋滞になっております1人現場に戻ってきました現行犯逮捕付近の防犯カメラなどから逃走車両を特定し残る3人も逮捕いたしましたで1人は 仕事があったので立ち去ったと述べております。タクシーの運転手です。ええ。いや、仕事があったでしょう。空、空そ,そうでしょう。タクシーに乗ってるんですから、次のお客さんの予約もあったのかもしれませんが、まず、まず事故があったら、責任の有無、傾聴よりも救護に当たるのだということは、 えー、教習所でも最初に教わるところですよね、えー。運転免許の更新の時にも必ず言われていることだと思うんですが。で、まあ、あの、日本語というか見出しの付け方としては難しいところはありましてね。えーえー、と、今これ、NBS のニュースサイトから。 捕まった男1人、周りの車も人を引いていて、私もいいかなと思い逃げたと供述しているということです。えー、この言い方だと、私も引いていいと思ったっていうふうなニュアンスで聞こえてしまいませんか。うん、いやそんなことは言ってないんですけどね。 周りの車も人を引いていて私もいいかなと思い逃げたと供述これは警察発表がこういう文章になっていたのかもしれないんですけれど発表を発表者としてそのまま報じるということは捏造してはいいということではなくて発表者を発表のまま報じるというのは、えー、脳みそを使っていない記者というで のすることでありまして今の言葉を聞くと周りのやつも引いてたから俺も引いてええやんで逃げたんやっていうふうに聞こえてしまうじゃないですか周りの車も人を引いていて私もいいかなと思い逃げたと供述しているでまあこの容疑者の言いたいのは周りの車も人を引いていてでそのまま逃げていたので私も 逃げられるかなと思ったという意味でしょうね。うんまあ普通に考えて。えー、なんだけどちょっと今の書き方だと周りが弾いてんねんから俺も弾いてかめへんねだから逃げたんやっていうふうに聞こえますやんか。あるいはあそんな見出しになりますやんか。 でそんな印象を与えませんか,だからもちろん冒頭にお話ししましたように何か事故があった時にはですねそら救護に当たるというのが当然の話ですしそれを放棄しているという時点でひき逃げというのは非常に重い罪でもあるんですけれどえこのコメントの出し方というのは誤解を招く伝え方なので。 えー、新聞も放送も割にこれそのまま出してるんですね、えー。周りの車も人を引いてどこかへ行ってしまったので私もいいと思った。うん、まあ読売新聞はそう書いてますわ。まあ、こっちやったらまだどこかに他の車も引いてどこかに行ってしまったので私もいいと思った。これならまだわかりますけど NBS ニュースは周りの車も人を引いていて私もいいかなと思い逃げたっていう書き方を していると誤解を招きますよっていうことですね。まあ、それは伝え方の問題。えー、で、まあ、事故はあ正直避けられませんいや。避けられる事故もありますけれど、ゼロにはできない。うん、だから、救護をまずするっていうのが当然。えー、で、なおかつ、あの割に合わないです。はいえー、今 これだけ防犯カメラが街中にいっぱいあってです、ねえー、です、まあ、言うときましょう天禄の商店街、めっちゃありますからね、ほんまに、えー、そのために商店街の,あの会費が高いっていうぐらい、いっぱいありますからね、うん、どっかで何かやってたら、必ずもうバレますからね。 であの街中でもあちこちに防犯カメラありますそれとあの幹線道路であれば N システムっていうねナンバープレートを見てで何時何分にどのナンバーの車がどっちの方向へ走っていったのかっていうのは把握されますんで、えー、さらに引き逃げをするっていうことは必ずぶつかってるわけなんでそこには塗料片であったりとかもう非常に微量のものでも 鑑識が出てきてきかかりますからどういう車種で何年製のものでとかっていうようなことがもう分かりますので、えー、捕まりますはい、えー、捕まりにくい犯罪もありますけれどひき逃げっていうのはもう非常に検挙率が高いですからはもうほんまに何かあったらもちろんその引いてしまった人とかぶつけてしまったものへの 責任含めてのことですけれどねさてえ9時7分と M1 でございますはいえっと M1 グランプリのニュースはよいしょうんドンはい 日刊スポーツの今、サイトを開いております。昨日、東京都内で準決勝が開かれました。準々決勝を勝ち抜いた25組とワイルドカードの1組合わせて26組が戦いました。吉本興業インディアンス、真空ジェシカプロダクション人力車、モグライダーマセキ芸能者ユニバース吉本興業、ロングコートダディ吉本興業、オズワルド吉本興業、錦鯉ソニーミュージックアーティスト、 モ,モ、吉本興業、ランジャタイ、グレープカンパニー以上9組が決勝進出を決めまして敗れたハライチ、見取り図、さやか、からしレンコンらは準決勝敗退ではありますが、まあ、敗者復活戦に回るということですよね。うん えーまあ、全部が全部吉本興業ではない、えー、9組のうち1、2、3、4、5、まあ、それでも過半数か、うん、ですねで、昨日実は森本さんというです、ね、朝日放送で m 1を作ったプロデューサーの人今、スカイエーという衛星放送毎日放送でいうとガオラですね えー、CS 放送の社長をしてはるんですけどなんと小森先生の講師の講演を <laughs> 聞きに来てくれはってまして「えー、いや、あのー、準決勝なんで、えー、テレビ朝日に来てもらって、えー、準決勝を見てくださいと」と後輩のプロデューサーに言われたんだけど小森さんの話の方が大事なんで来ましたと笑いを取りながらですね話をしてはりました。 でえー、去年の漫才が、まあ、あれは漫才なのかと言うて大暴れしてるだけやんけって言って、えーね、論争になりました、まあ、僕も正直正直僕の感性の,あの面白さかっていうと、えー、面白いとは思わなかったんですけどねやはりあれを、まあ、だから漫才とするのかどうなのかっていう。 議論と面白いか面白ないかっていうところで言うと僕,、まあ、僕はもう,もう50あの時59でしたから59歳のジジイとしては面白くはなかったんですがそれを面白いとする人もいるだろうしで、えー、もう一つは、まあ、あの漫,才漫才とは何なのかっていう話ですよね。えーまあ、考えてみたら 漫才はまあまあみんなが普通に笑う庶,庶民の生活の中に根ざしたものですからそれをね学者さんが研究する上でやるのはともかくとして一般の人間がいちいち漫才とは何なのかっていうこと自体まあ平和やなというか <laughs> 思うんですけれど、えー、いや、うん、いいんだと。うん もともと土地中断期間もありましたけれど第1回中川家が優勝した頃は確かどのぐらいでしかね1,500組ぐらいの参加やったかな2,000組確か行ってへんかったと思うんですけれど、えー、去年で、えー、5,000組ぐらい。うん 4,000を確か超えてたと思うんですけど、えー、それが今回は6017組エントリーだと、うん、であのまあ去年そんなことがあったのはあ初代ねプロデューサーとしても分かってるんだけど後輩の今担当している人が言ってたと。今年あれで あれを見せてあの漫才なのかって言われる議論を巻き起こすようなものを見てより今パワーアップしてると参加組数も1000組ぐらい増えているんですよ、うん、40005000ぐらいのところが今年6017組っていうんでまあコロナの影響がプラスに働くのかマイナスに働くのか、まあ、両方あるかもしれないんですけれどいずれにしても総数としては出場組数も増えているしめっちゃ面白いですよ ってパワーアップしてますって言うてたって聞きました。うん、で、えー、漫才というのは、まあ、基本、うん、2人がいてそれで漫談講談じゃなくて漫才というものは、まあ、基本、まあ、3人とかもあるかもしれませんが基本複数2人いてそれで面白いことをしたら、えー、それが漫才なんだとそれでいいんだと。そもそもも エンタツアチャコが、えー、総計戦という漫才でそれで世間をね、えー、一世を風靡した、うん、当時まだ職業野球ない時代ですよね多分ね、えー、大学野球というものをラジオで聞く、まあ、現場へ行くっていうのが国民の大きな娯楽だった時にそんな時代にエンタツアチャコの2人が 早慶戦という、まあ、国民の関心事を笑いにしたんだけどそれを背広を着てやったと舞台に上がる漫才師はそれまで着物着てたのに背広着た人間が2人出てきたっていうのでアンナは漫才じゃないって言われた時代があったのだとそれはもうそんなもんで今、まあ、メッセンジャーの2人はあ背広着て NGK 出てるの見たことないですけれど、うん、まあ 漫才の人たち、ベテランの人らみんな背広を着てるわけですから、うん、そんなことで漫才でないなんて言われる時代があったぐらいのことなんで、ええええ、暴れてようがさ、うん、叫んでようがあ、それはそれでいいんだって言って、ええ、M 1作った人は言ってはりましたね。 歌もそうですけど、笑いについても、あのえー、受け取る筋肉が硬くなってきてるなっていうのはね、自分の中にあるんでね。ええー。これは良くない、良くないというか、し、まあ、仕方がないことなのかもしれないですけどね、うん。笑いの受動筋のストレッチはやっぱり必要やなぁと。うんう それは思いますね、えー、プレ野球日本代表栗山監督サムライジャパンを率いていくということでございます WBC ワールドベースボールクラシック再来年の3月開催予定優勝を目指しましょうとベスト9発表です阪神からは近本さんがあ3年目ですか、えー、初めて選ばれております あと、アメリカ大リーグー、大リーグ機構側と選手会が労使協定を交渉しておりまして、これが結局、決裂をしてしまいました、ロックアウト、まあ、ストライキーとはまた違いますけれど、えー、好ましくない状況に入っています、まあ。両者とも来シーズンに影響を与えようと思ってではないんですけれど。 そんなもん他の競技と比べてめっちゃええ条件であんたら働かしてやってんで金も渡してんねんからこれ以上贅沢言うなという機構側といやいや選手の権利を抑え込もうとしているそんなことは許されないという選手会の側となんですけどねロックアウトに入りましたので契約ができないだから日本からね えー、ポスティングなりなんなりね、えー、取ってですねそれで向こうへ行こうとしている選手たちにとってはあ契約ができないということになってしまいますそしてまたあこういうことはやっぱり契約社会ちゃんとしてるんですねえー、えー、球団の施設とかそれはまあ,あ 球団の選手に頑張って練習もしてもらってトレーニングしてもらってでいい成績を出してもらいましょうっていうのが当然なんですけれど、えー、決裂してますんで、はい、使ったらダメです、はい、もう入ったらもう不法侵入ですって、まあ、そこまで言ってるのかどうか知りませんけどあるいは大リーグ機構の出しているところで「○CMLB、えー」マルってこう テロップ書いてあったりしますやんか、うん、コピーライト、著作権、えーね、大リー機構が持ってますよっていうような選手の写真とか、記事とか、えー、そういうものが一斉に削除されてるそうです。<laughs> あまあ、そこまでやらんでもっていうふうに、契約社会でない日本人としては思ってしまうんですけれど、うん、結構、細かいところを全部やっちゃうんですね。えー その辺がまあまあねあの強い弁護士さんとそうでない弁護士さんもいてはりますけどなかなかこうわれわれの島国でずっといる人間のまあまあ,まあとかまあ,まあ分かってるやろみたいなところではない世界とお付き合いせなあかんねんなというそんな感じがいたしました以上今日のヘッドラインご紹介をしてまいりました 時刻は九時十八分になっています。いつもはここで、えー、今朝の一言なんですが、まあ一言といえば一言なんですけれど、えー、今朝は今朝のお断りを読んでみます。今朝のお断り。 自民党石破派は掛け持ち可能な議員グループに移行したため今後は石破茂元幹事長を中心とするグループなどと表記します読売新聞、えー、石破さんのもとを人去り二人去り 石破グループもう少し詳しく言いますと石破茂元幹事長を中心とするグループと長い表記になってしまうということです20人からスタートしました1人かけ2人かけ12人国会内で臨時総会を開きまして派閥を解消し 緩やかな議員グループに移行することを決めました石破さんを総理に押し上げようと2015年に発足しましたが総裁選の敗北などでこのなどっていうところただただ負けたのではなく負けっぷりだと思うんですけれど、えー、求心力が低下しましてわずか6年で幕切れとなってしまいました。 派閥として総裁選挙などにエネルギーを費やしてきた政策を考えることに集中したいとまあそうですか何を実現するのかをきちんと決めることが大事で総裁を目指す目指さないという議論ではないというふうに言っていますまあそれもまた正論ではありますし岸田さん今のところ私は なりたいことがあってなったというよりはなりたいものになったという評価をしておりますので、えー、その逆の正論のような気もしますけれどしかしならないことにはどうしようもないわけですしねあれほど知名度が高くて まあ喋り方は僕あれはどうかと思う喋り方ですけれど、うん、実際トップになった時にあの喋り方でええのかっていう、ね、話し方教室には私のもとに通っていただければ、うん、させていただくんですけれど党内の支持が一向に広がりませんでした2018年9月3回目の出馬となった安倍総理との一騎打ちで敗北。 そして花井の反対論を押し切って出馬した去年9月の総裁選、菅さん、岸田さんと争って再会に終わり、そして今回は出馬しませんでした。そりゃ離れますわなあ、はあ、だと思いますよ、まあ。集まりを継続すべきだという声もあったそうですが、派閥やグループから一切離れたいという意見も出たと。 いいうことでございます水月会水の月の会会は難しい方画数の多い会その前で、えー、まあなんか油っ気が抜けたような石破さんの表情が印象的でございます、うん、しゃあないんかな同じてっちゃんとしては頑張ってほしいところでも <laughs> あ なんですけどね、えー、石破派解消石破茂元幹事長らを幹事長を中心とするグループと表記を変更しますという読売新聞「今朝のお断り」でございました。 さてもう一つだけ話題をお伝えしてもいいですか時刻は9時23分です、えー。ご用事のある方はどうぞそちらの方に行ってくださいませ。えー、お寿司屋さんへ行きまして、うん、上がりと、うん、いうのがまあ、通なのかどうなのか、えー、お茶くださいでええんちゃうのんと、うん、お会いそう。 お勘定、えー、おいくらですかとか、えーまあ、でもやっぱりそこをね、えー、お会いそうって言ったりとかうんガリちょうだい、えーえー、紅しょうがちょうだいって言わへんのがツーなのかいろいろとお寿司屋さんというのは、まあ、今あ回転寿司があって、ね、一般的な食べ物にもなりましたけれどちょっとなんかーハードルが高いような感じもしますがもし あなたがお寿司屋さんへ行きまして、お勘定をして、そこに、上がりの料金がプラスされていたらどうしますかツイッターに写真がアップされていたそうです。上がりいっぱい1000円。2つ注文したので2000円。はい。で、 その下に商品の合計税抜き3670円と表示されておりまして、うん、合計額に消費税がかかっているので、上がりいっぱい税込み1100円となっていたのだそうでございます。普通、普通って普通っていう言葉をできるだけ使わないようにしようと思ってるんですが、普通上がりって頼んで、ええー。 お金がかかるっていいうことはまあ考えられないですよねだからあのウーロン茶頼んだりするのに「おいお普通のお茶でええやんけ」って思ってしまう,こうケチな自分もいたりするわけですけれど、うん、あのまあ今まで僕の体験の中では一度も上がりがついていたまあわかんないですけどね、まあ、そもそも時価,時価とも書いてへん。うん 別に明朗会計イコール全で不明朗会計があかんちゅうもんでもないでしょうからザクッとな,な,なんでこないだも5000円やったし今日も5000円でなんでなんかなと思って、まあ、まあこの客やったら5000円ぐらいは出せるやろうみたいな、うん、で5000円で OK やったら次あれ食べた量減ってても6000円あなんか い,やまあ、いちいち聞くのもやぼやしみたいな、<laughs> そういう世界ではあると思うんですけれど、でこれ、払わなあかんのかどうなのか、弁護士ドットコムに出ておりました、はいえー、おすし屋さんのオーナーさんに弁護士ドットコムが取材をいたしました、ネットで話題になっていることはすでに認識しています。えー、結果として あのいやちょっと待ってよ、上がりいっぱいに1000円をほんまに要求するつもりかと問いかけたところ、上がりの2200円は返金されたんだそうですけどね、このツイートした人に対しては、お寿司屋さんの対象、言ってはります、寿司屋でお茶がただだということを変えたいと思っていると、上がり代を請求するのは今後も店としての方針だということです。法的ななこととでで言うとそれは全然問題ないですただ えー、ちゃんとそういうことが伝えられていたりとか書かれていたりとかだからメニューのところに、えー、マグロ400円、えー、トロ800円、えー、で、えー、お茶、うん、上がり1000円なら1000円、まあ、100円なら100円と書いてあるならば全然そのこと自体問題になるわけではないと。でただ えー、そんなことがちゃんと伝えられていないんだったら法的なことで言うとあかん,んと払う必要はないと、えー、客が主張することもできるということです、えー、お店とお客さん、まあ、契約した当事者にとって全く想定外と言えるようなものの対価については、うん、合意が成立していない、えー、しかし成立していれば それが飲食そのものでなかったとしても一般的に対価の支払いがされないものであったとしても、まあ、契約に基づいて契約されたものとみなして対価を支払わなければならない、まあ、お通しであったりとかサービス料であったりとかっていうようなことも結局そのようなことなんですけどね、うん、まあそうですね あの日本の,その同調圧力的なところで言うと何年この寿司屋は偉そうなことしやがってっていうふうに思う方が多いでしょうし、えー、また全然話は違いますけれどマスクをせえへん議員が、まあ、そこまでがはらんでもええんちゃうのんって言いながらしかしまあ あマスクせえへん鼻を出してたっていうことだけで全く議員として議員の活動ができないという無視されるということがいいのかというその一石の投じ方という意味では、うんえー、まあからないでもない、まあ、僕はしない僕はしないのは何でかって思うと結局その同調圧力とか。 空気に丸め込まれているっていう自分もあって果たしてそれでいいのかと思ったりもするわけですけれどね、えーまあ、そこまで言わないええやん言わんでもええやんとも思うしまあ一方あネタとしてで言うとまさしく寿司屋だけにネタとしてで言うとその本当のお寿司の味具合といっぱい円の 上がりを飲んでみたいという気もしますおこ,れがこれがいっぱい1000円の上がりかともう最後の最後までぐっと飲んでみたいもんだという気もいたしますけれどね、はい、そんな話題も出ておりましたわーわー言っております今朝の長官チェック時刻が9時29分になりました今日も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました えー、スポンサー募集、えー、出させてもらいまして、はい、実はあ、お問い合わせございました。ありがとうございます。また、ちょうちん作らせていただいて、ここでご紹介をさせていただきます。えー、あなたも、うーん、長官チェックのスポンサーになってみませんかはい、かわいらしく、うん、グリーヒ横にしても <laughs>、あかんかもしれませんけれど <laughs>、えー、ぜひお問い合わせくださいませ。あそして、そうですね。 今朝のワンコ、ひょっとして届いてますかねどうですかねちょっと今、メールを開けてみます。開けて出てたら面白いんだけど、うん、どうだ新着メッセージなしと <laughs> 出ました。残念です。今朝のワンコシリーズは、 企画倒れに終わってししまううのでしょうかそれともまたどなたか寄せていただけますでしょうか大阪弁川柳の運命やいかに今日も長官チェックをお届けしてまいりましたではいつものようにまた明日インジャンでお別れでございます画面に向かってまた明日インジャンチョキ ありがとうございました。この後はアフタートークでーす。